この番組は今日もスポンサーの提供だ。お疲れ様。はいどうも、皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノー兄様でございます。今日もよろしくお願いします。まあご存知の方も、多いかなと思うんですけれども、私も本ですね、一昨年から九州大学の、行っている、スクリームデスボイスですね、の研究に協力をさせていただいてるんですけれども、この度ねまたその要件で、福岡行ってきまして、九大お邪魔して実験の協力をさせていただいてきたんですよね。まあいろいろあーって撮ったりとか、あーってされたりとかいろいろあったんですけど、その中のね、実験の一つで、今回ね、皆さんご存知かわかんないですけど、無教室ね。全く音響かねえやんルーム。全く音響かねえやんルームで、実験をね、とある実験をさせていただいたんですよね。でね、僕自身ね、無教室に、入らせていただく、経験させていただくっていうのは、人生初めてだったんで、まあもちろんね、その中でデスボイスを出したりとか、するわけなんで、あ、これはいい機会だなと思って、ちょっと動画をね、軽く回させていただいたんですよ。っていうので、今日はその一部始終を、皆さんにご覧いただきたいかなって思ってるんですよね。まあ無教室ってね、さっき申し上げた通り、何にも音の反響がないから、その時発した、音の情報以外何もないわけよ。例えばってやった時のこういうフワンっていう響きとかも何もないから、このパツって終わるの、音の波形がピシッってなって終わるみたいな、そういう部屋なわけですよね。カメラをね使った撮影の中で、撮れる、デスボイスの音質としては一番生に近いと思う。あ、デスボイスってこういう響きとかこういう音量感なんだなみたいなところの、参考にしてもらえると嬉しいかなと思います。あとはもう本当に生だから、いかにも加工してないかっていう。あ、魔法無罪なんだなっていう。それの証明、無罪の証明を今回の動画持って、いいですか。ということでね、最後までご覧いただきたいんですけれども、まあ、その前にね、このチャンネルではこういう感じで音楽関係の動画、日々アップロードしてますんで、まだ登録お済みでない方、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではご覧ください。どうぞ。最大音量先いただいておいた方が、まあそうね、まあ、多少でいいから、なんかグロールかフライか、はい、フライとかの方がでかいかな。はい、オッケーです。全然大丈夫でしょ。はい。ういっす。でそれでこっちに行こう。うい。あ。それぞれ、さっきと同じ3秒間ぐらい。はい。同じ音程でここです。あーい。それさ、母音感ってあるの？あります。今何の母音？あでした、はい、同じ感覚で言うえをちょっと。お願いします。はい。お願いします。はい。もう一回いただいてもいいですか？はい。ありがとうございます。はい。すごいね。いや、それって。いやーあーそういうことか。はい、こんな感じなんですけど、まあシュールですよね。めちゃくちゃシュール。もうすげえ広いのよ。すげえ広いの。何畳あるかな、あれ。20畳ぐらいあるのかな。もっとあるかもしれん。20畳ぐらいはあるんじゃない。まあ動画内ではね、まあハイ、ミドル、ローの、まあある程度ベーシックなところを、軽く出してるような感じになりますね。内容自体はね、実験なんで、結構こう、無教室っていうのも相まってね、すごいこう、真剣な空気っていうか、九大のね、学生さんなんかもいらっしゃってね、あ、実験でこういう感じなんだ、みたいな、こういう感じで繰り広げられてるんだ、みたいな、そんな空気も伝わったかなと思いますね。で、さっきも言いましたけど、デスボイスの響き方とか音量感とかね、あと僕が意外とこう、って軽く出してたりとかっていうね、シーンもあったと思うんですけど、まあんな感じなんですよね。まあ音ってね、大体伝わると思うんですよ。あ、楽そうに出してるかなとか、うわ、あの人ちょっと喉閉まってるなとかって聞いたら大体わかると思うんですけど、そういう情報のね、参考資料として、ぜひお役立ていただければと思うんですけど、今回の動画良かったなという方はぜひ、グッドボタン、それから、チャンネル登録をお済みでない方はぜひどちらもよろしくお願いします。ということで、デスノーリーサモンがお送りいたしました。バイチャー。